どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、 iPhone の7個もしくは Apple Watch の7個で累計5000円以上利用していただくと漏れなく500ポイントをもらえるキャンペーンが開始になりましたので、本日はですねこちらの解説ねやっていきたいなと思います。ということで今回ですね、7個のキャンペーンということで、まあこのキャンペーンですね、私の YouTube のコミュニティ欄っていうところで発信させていただいて、もともとね動画作る気なかったんですけども、コメントでね動画作ってくださいっていうねリクエストがありましたので、今回リクエスト動画ということで作らせていただきました。でこのキャンペーンはですね、すごいおすすめポイントは、あの5000円以上ね iPhone の7個もしくは Apple Watch の7個5000円以上利用していただくと漏れなくね500ポイントをもらえるっていうのと、またねこの7個ポイントっていうのは ANA マネーにね交換することができるっていう風になりますんで、かなりね簡単に取れるかなという風に思いますので、 iPhone とね Apple Watch どっちか持っている方はですね、ぜひね参加していただければなと思います。でこちらね iPhone の7個もしくは Apple Watch の7個のキャンペーンっていう風になりますんで、ちょっと残念ながらですね Android を持っている方もしくは iPhone、Apple Watch 持ってない方はですねちょっと参加できませんので、この点は注意してください。で今回のねこのキャンペーンの詳細なんですけども、まずね期間がですね1月の21日から2月の28日までっていう風になっておりまして、エントリー必須のキャンペーンっていう風になります。条件はね先ほど言った通り iPhone の7個もしくは Apple Watch の7個で累計5000円以上利用していただくと500ポイントがねもらえるキャンペーンっていう風になっておりまして、ポイント付与自体は2022年の3月18日6時以降にね付与されるっていった形になります。で7個ね利用されている方はね知ってる方多いと思うんですけども、7個っていろんな支払いにね利用することができるんですよね。まあ、水道料金とかそういったものもね利用することができますし、ポサカードって知ってる方はねいらっしゃると思うんですけども、楽天ポイントだったら楽天バリアブルカードっていうのがあって、ビザカードのねプリペイだったらバニラビザカードだったりですね、アマゾンギフト券とかね、まあこのポサカードってすごいいろんな種類があるんですよね。まあ T ポイントの電子マネーだったら T マネーカードとかあるんですけども、こういったものもですね7個って購入することができるんですよね。ですのでこのキャンペーンですね、本当に何の利用する予定のない方もですね、こういったポイントとかね買っても5000以上ね購入していただければね500ポイントね取れるっていう風になりますんで、しかもそのもらった500ポイントは ANA マイルね250マイルに交換することもできるっていう風になりますんで、かなりねおすすめのキャンペーンっていう風になります。ですんでね、まあちょっとね時間ある方はですねぜひね参加してみていただけたらなというふうに思うんですよね。それではですね実際にねやっていきたいなと思うんですけども、まずですね7個のアプリがね必要になりますんで、7個アプリをねダウンロードしてください。でダウンロードしていただいて開いていただくとですね、ちょっとこれに画面出しておきますけども、私の方はですねもうカードが出てると思うんですけども、もともとはですねこういった感じでカードを追加っていうのがねあると思うんですよね。でこれをねカードを追加していただいて7個をねiPhone の方に入れていただくっていった形になります。で今回のキャンペーンはですねエントリーが必要っていう風になりますんで、次にねエントリーねしていくっていった形になります。で iPhone ね開いていただくと、その下にですねこのキャンペーン載ってますよね。ですねこっから行くのがね簡単かなと思います。こっから多分ね LINE に飛べるんじゃないですかね。あ大丈夫ですね。この下の方にね行っていただくと LINE で友達追加するっていうのがねあると思いますので、こちらねクリックしていただきます。そうするとですねこちらの画面になってると思いますので、今すぐ簡単エントリーっていうねボタンがあると思いますんで、こちら押してください。で私はねちょっとこれもう動画作る気がなかったので、このエントリーねここまではねやってしまったので、ここね皆さんやっていただいて、今すぐ簡単エントリーっていうボタンを押してください。そうするとね注意事項とかね規約とかね決まますので、こちらにね同意して応募するっていうのを押していただいて、まあ iPhone また Apple Watch 7個に設定お済みですかみたいなね、そういったのも来ますので、それもね答えてください。とりあえずカードだけ追加しといていただければですね利用することができますので、はい、そんな感じでね知っていただいて、下の方にですね行っていただくと、同意していただくとですね、この76から始まる番号をね入力してくださいっていう画面になりますんで、これでね7個の方に1回戻っていただくと、
上の方にですね76から始まる番号がね出てると思うんですよね。この番号をねこの LINE のトーク画面にね打っていただいて応募していただくっていった形になります。これがねエントリーっていう風になりますんで、ちょっとね実際にやっていきましょう。これコピーできるのかな。あ、できそうですね。番号コピーっていうのがあります。で、LINE の方に行っていただいてこのトーク画面にね入れていただくと、メッセージありがとう、このアカウントは個別アカウントされていけないです、キャンペーンを参加したら下のメニューをタップしてください、もう一回やらなきゃいけないのかな。ちょっと時間が経ってるんでね、私の場合はちょっと待ってくださいね。あ、これかな。あ、来ましたね、こちらでよろしいですかということで番号のね確認が来ますということで OK、 エントリーありがとう、ポイント付与の結果 LINE 公式からメッセージでお知らせします、このアカウントをブロックすると通知を受けれませんということで、まあこれでねエントリー完了っていう風になりますんで、皆さんもねこんな感じでやっていただければなと思います。ということでこんな感じでねエントリー済ませていただいて、あとはですね5000円以上ね累計で利用していただければ500ポイントね取れるっていう風になりますんで、まあ非常にね簡単だと思いますので、ぜひね参加してみていただければなと思います。まあ ANA 前にね貯められている方はですね、これ本当にねこれであと7個で支払えば5000以上ね500ポイントもらえるっていう風になりますんで、こんなにね簡単なキャンペーンはねなかなかありませんので、 ANA 前にね貯められている方はですねぜひね参加してみていただければなと思います。ということで今回の動画はねちょっと簡単にはなりましたけども、こんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやっておりますんでフォローチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。